コーヒーの岡田と申します。2015年に、上海に来まして、今はUCC の、中国の上海の松江区に製造工場を構えておりまして、そこ の責任者をしております。おいしいコーヒーっていうのを求める人がいっぱいいて、あこの店はおいしいとか、あのコーヒー豆がいいとかいうことを多くの人が語るようになりました。今のコーヒーの主戦場はこういうコーヒーチェーン店、それからもう一つはコンビニのコーヒーというところにもなっています。店はありますし、また変わった入れ方をしてくれるところもあって、まあ、そこの経営者の方針次第なんですけども、こんにちは。どうも。ご無沙汰してます。お久しぶりです。お久しぶりです。だいぶ、はい、秋らしくなってきましたけど。そうですね。コーヒーが美味しい季節で。この周りはやっぱり綺麗ですね。そうですね。ね、はい、一番いい季節で。はい。ね、そうですね。てるというか、ちょっとこうコスタリカとかのね、ちょっとこう特別な処理をしたのがメニューとかないんですけど。僕なんかも本当にこうね、今こういう形でね10年目ですけど商売させてもらってますけど、本当にこう同じことがね日本でじゃあ今の時代で本当にできたかなっていうと、やっぱり、うん、やっぱり上海に来てよかったなっていう、そこは本当に思いますね。それでは、はい、今日も美味しいコーヒーどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まだ友達連れてやってきますので、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます、はい、また。は2011年の1月に、最初はフーナヌのお店をオープンしました。でここはその2年後くらいかな、3年後にシンコールのお店をオープンして、有各種各样客人，因为我们湖南路因为可能是很小店，就像一个街区的一角，所以很多的那个老外刚刚到这个区域的时候，他第一时间其实放下行李先到咖啡店来，他要询问一下，周边我应该租房啊、交通啊，然后等等很多生活细节。那么其实在这个过程中，也有很多的那个客人就成为朋友，是跟日本比起来，可能相对来说感觉上海更有包容度，然后自己感受到的那个压力点可能比较小。ルマスっていうのは、まあ僕にとってはね、本当にこう、まあ生活の全てだし。